第六軍艦は1873年から1888年まであった日本陸軍の艦区で全国に7つあった軍艦の一つである。熊本鎮台が管轄し九州地方を範囲とした陸軍の管轄地が法定されたのは明治4年8月である。全国4つの鎮台に艦地が割り当てられ熊本に置かれた鎮税鎮台が現在の九州地方と 中国地方の西部と島根県より西を範囲とした。琉球は含まれない。当時の府県は開廃の頻度が高く、境界は国で示された。1875年の第6軍艦。南の濃い水色が熊本の第13士艦。北の薄い水色が小倉の第14士艦。境界線は当時の府県のもの。 1885年から1888年の第6軍艦。南が第11士艦。北が第12士艦。境界線は国のもの。1873年7月19日、明治6年大乗間布告第255号によって、賃代条例が改正され、賃代が管轄する地域を軍艦と呼ぶことになった。また、賃代の数が6に増え、 それまで、鎮税賃代の分営があった広島に、広島賃代が置かれた。鎮税賃代は、熊本賃代と解消し、琉球を含めた九州地方一円を範囲とした。1875年4月7日改正の六冠賃代表での範囲も九州一円に及ぶが、琉球が除かれた。ただ、館内の英書の一つに琉球があり、正確な扱いは不明である。 1885年5月18日、明治18年大乗たち第21号によって、賃貸条例が再び全面改正され、軍艦の区割りも変更になった。士官の番号は振り直され、従来の第13士官が第11士官に、第14士官が第12士官に変わった。士官の境界では、現在の大分県地方が南から北に移った。 文英は福岡にのみ置かれた。1888年5月14日、明治21年直令第27号に師団司令部条例が制定されて賃貸は廃止になり、代わりに師団が常設されることになった。合わせて陸軍管区標が制定され、それまでの軍艦は師艦と解消し、常設の師団の管轄地になった。第6軍艦の管轄地は、 第六四巻に引き継がれた。範囲は同じである。大乗類典第二編、第205巻、陳代要書道におけき干渉テーム。大乗類典第二編、第205巻、陳代条例改定。法文録、第41巻、六巻、陳代表告時閉学並配分表告制届。竜、九の字も、同じ表による。法文類、第九編第六巻。 陳大条例を改正すの7軍艦教育表、リンク先の8コマ目、大上艦文書局、官方第561号、官報第1459号、リンク先の4コマ目、官報第1459号、陸軍管区制定の件、リンク先の7から9コマ目、ありがとうございます。